まで分からないこの視聴者とね感動を。おラッキーラッキー、この人やらなかったらこれゲットする。あ、こっちも悪くねえな。まあ3300円だね。チャージします。3300円あれば多分獲得できる加藤監督に選んでおります。購入、はい、購入させていただきました。はい、初期のやつからですね。白は白。はい、じゃあこっちですね、早速やっていきたいと思います。こちらのですね、福袋なんですけども、まあ、合計8点ですね。フィギュアが3点、ぬいぐるみクッション2点、雑貨2点、このセット8点、というわけでですね、こちらを早速やっていきたいと思います。まあ、これはね、獲得保証がないので頑張っていきたいと思います。よし、まあ、すでに4つ埋まってるんでできる限り最短でいきたいですね。はい、まず1個は取ってね。頼む。よし、いいよ。で、一発入ったら最高だね。おーい。よし、まあ最低1個か。いけ。いけ。いけ。そっち行くか。いけ。取って。なんか右に寄るな。そっち行くか。おお、惜しい。いけいけ。おお、いけいけいけ。入れ入れ。よし、そっちかーい。行くんだ。とう。ああ、頼むぞ。もう次行くだろう。変なところ入んなよ。よし、取った。あとはこのままジャストミート。いけーい。よし、オッケーでございます。ありがとうございます。たこ焼き、獲得されましたっていうあれが来ないと。やったー、初めてこのクレーンゲームでゲットできました。ありがとうございます。楽しみです。配送依頼完了しました。到着、待ちたいと思います。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、どこでもキャッチャーさんの福袋をゲットしました。でかい、でかいです。これ画角に収まる、こんな感じですか。というわけでですね、過去一でかい箱となっております。2022年も福袋、この動画で10本となります。まあその半分以上はですねアニメ系なんですけども、早速ですね、いやーでかいね、これは期待できるでしょ。恒例の重さチェック、いきます。うわっ、ただ箱だけがでかいのか、それともこの大きさに合った大きな商品が入っているのか、期待ですね。おお、もうすぐね中身入ってるから、これ見、これ見、はい、おっと、危ない危ない、見え見え見え、やっぱね福袋の団子見はね、もう出すまでわからない、この視聴者とね感動、感動分かち合う感じをしたいので、このですね福袋なんですが、白というものを購入させていただきました。中にはフィギュアが3点、ぬいぐるみクッションが2点、雑貨が2点、小物セットが1点の計8点とですね、大ボリュームな福袋となっております。ほとんどの場所福袋、福箱を出してるんですけども、この8点ボリュームはですねそそりましたので、今回買わせていただきました。まずね、でかいのいこうか。ぬいぐるみは、あーでかいね。ちょっと待って、これ当てるわ。足がありますね。あ、これは人間ですね。あ、違うな。顔がめちゃくちゃ丸い。人じゃねえ、これ。なんだこれ。いきます。まずは大きなぬいぐるみ。あ、気持ちいいな、こいつ。はい。誰？ポペピタ。あ、原人ですね。多分中国かどっかのめちゃくちゃ人気のアプリゲームです。キャラクター知らないんですけども、かわいいこの顔。はい。ポペピタ、でっかいぬいぐるみ。シャンリンのグオパーというわけでこちらとなっております。あ、欲しいでしょ。おいでおいでおいで。はい、というわけでですね、まず1個目ぬいぐるみです。いや、これは嬉しいね。あと手触りがね、めちゃくちゃいいんですよ、これ。はい。おー、いっぱい入ってる。やっぱこれくらいなかったらね、ダメだよね。小物系からいこう。ナイロン袋に入ってるのかな？これ何でしょうか？いきます。じゃん！お、5等分の花嫁。え、あ、5等分の花嫁。あ、いっぱい入ってるのね。なるほどなるほどなるほど。チュール、チュール、猫ね。え、なにこれ？あ、5等分の花嫁、マスク。ちょっと待って、これ面白いよ。5等分の花嫁、マスク。ちなみに誰？あ、四つ葉ですね。これ、
これはちょっとね、これ着てちょっとは出歩けないです、さすがに。いや、さすがに好きだけどね、さすがにこれ、どうすればいいの？嬉しいけどね、言葉の花嫁。で、はい、チュール。あ、これちょっと鍋にあげるわ。鍋あげる。最後にあげるわ。はい。あ、これはプロジェクト世界、カラフルステージ、フィート、初音ミク、スタンド付き、アクリルチャーム、レオ。ニード。はい。初音ミクですけども、ちょっと知らないキャラクターですね。ありがとうございます。続きまして、星のドラゴンクエスト、アクリルキーチェーン。ご当地、これどこですか？任せんちゃい。任せてください。任せんちゃい。広島のドラクエのアクリルキーチェーン、ゲットしました。ありがとうございます。あ、これ知ってる。はい。本物のフィギュア。本物だよね、これね。これ、ポケモンの本物だよね、これ多分。フィギュア。続きまして、はい。ちょっと時期遅れの菓子ブーツミニ、サンタチョコボール。絶対これ、クリスマスの残りでしょうって言うんですけど、まあいいでしょう。食べ物は食べますからね。中に入っていますのが、ブルーベリー飴。わー、懐かしいな、食べよう、後で。リンゴ飴、アップル、そしてガムですね。最後に、はい、タッピーラムネ。同じタッピーラムネが2つ入っておりましてね。この小物セットはただ空になりました。次行きましょうか。でかいぞ！何これ？これぬいぐるみじゃないの？なんか、何これ？ちょっとこのでかいの開けていい？いきます。はい！お、でっけ。はい！ガーン！誰？カノカリかー！カノカリ見てねーなー。でかいねー。これは抱き枕でしょうか？カノカリ1話の2、3分で切ったやつ。カノカリのね、主人公が飼っていることで好きじゃなかったんだよなー。いや、ごと嫁の主人公はね、いいんだけど、カノカリの主人公なんか好きじゃないよね。もう一回チャレンジしようかなー。彼女をお借りします。特大ロングクッションボールパート3。名前書いてほしいよ。こちらクッションでございます。というわけで次行きましょう。じゃあ、もうでかいのいっちゃったんで、いたたたたたた。なんかフィギュアでかいぞ、これ。あとフィギュア3つ？ちょっと長めのやついきます。でん、おー！当たりです。監督が大好きなんですね。あ、違った。すいません。知らないやつでした。あれだよ、あれ。青豚かと思ったら、違うやつです。あ、でもね、このフィギュアね、監督やっぱこのクレーンゲームやってて、何を撮ろうかなっていう時にですね、このキャラクター、もう絵柄いいなと思ってね、気になってたキャラクターだったんで、いいです。やはり、俺の精神ラブコビは間違っている。カン、雪の下、雪の、っていいのかな？タイラドレスバージョン全1種をゲットしました。ありがとうございます。これは飾る。そしてアニメを見ます、早速。ちょっと開けれるものはですね、今早速この動画で開けさせていただきたいと思います。おぉ。アニメをこの後見ていきたいなと思います。こちら、花柄でございます。はい。というわけで、こちらです。わー、クオリティ高い。チャイラドレスですね。顔はこんな感じですね。はい。まあ、チャイラなので、こんな感じになっております。はい。いやー、最近のフィギュアってね、クオリティ高いよね。で、こことかさ、こういうこのブツブツもね、ちゃんとね、もう立体的になってて、小さいリボン、素晴らしいです。そして髪もね、途中からクリアパーツに切り替わっていくこの感じ、大満足なフィギュアとなっております。あー、なるほど。ちょっと今更なんですけども、こんな袋に一部商品は入っておりました。うわ、かっこいいや、福袋、金ピカの福袋、ありがとうございます。あ、痛い。表、何これ。食器、長っぴょろい、なんかカチャカチャいんだけど、いきます。はい、ジラックモスタイル、組み立てマルチバスケット、はい。というわけで、なんかゴミとかを入れれる青色が入っておりますね。こちらゲットしました。ありがとうございます。あ、でもこれちょうどいいかも。これ逆に今ね、カバンを入れるところがないので、これを組み立てて置いて、その上にいつも使ってるカバンをドサッと入れれば使えます。どうでしょうか、可愛すぎませんかね。こちらが布部分ですね。そしてポールが4つ、あとは白いつけるやつと短いポールが4つでございました。組み立て中なんですけども、ここまでできました。立体映像、何言ってんの。リラックマのバーナナとカシャカシャ素材ですね。あー、ちょっと待って、作る順番間違った。一旦外します。こちら、これをガーッと刺して、まあ、これを順番に刺していけばいい。できましたー。バスケ、こちらにですね、監督のいつも使ってるカバン、大きさ的に入るかな。ゲーム、ライフイズストレンジのカバンを入れます。おー、いい感じで入るんで、ちょっとこれはね、使っていきたいなと思います。ありがとうございます。次行きましょう。これ商品か、厚紙かわかんないけど、一応出します。でん。あ、違った。ちゃんと商品です。おー、フェイト、手ぬぐい、フォーリナー、葛飾北斎、宝具、富、わかんない。36K。いや、こういいよ。フェイトいい。しかもこのキャラクター知ってますよ。これは何？タオルでしょうか？何でしょう？これ、良くない？このですね、これ手ぬぐいですね。す
通常版とアラ版があるの。あ、今回アラ版めちゃくちゃおしゃれだね。この額縁買わなきゃダメだけど、いいねこれ。これは普通に飾りたい。大当たりでございます。どんな感じになってるの。あー、なるほど、タオル系ですね。いつか北斎気になってるでキャラなんですけども、グッズまだ一個持ってないんですよね。いつか欲しいなと思ってたんですけども。うわ、かっこいいわ。これは別にね、ザ・アニメって感じはしませんよ。壁に貼ったらめちゃかっこよくね。このまま貼った方がいいかもね。ザ・日本的な感じですね。神奈川県ロー・ウラ・アレ・オン・ソラ・オン・ソチリ・シューター・ソワカ・オン・マカシリエ・チリベイ・ソワカ北進より八五章乱あれ。多分これ技の名前、技言う時の多分セリフだと思う。普段こちらにですね、五等分の花嫁貼ったんですけど、ちょっと一旦外しまして、北斎さんのこのかっこいいねやつを貼りました。いや、いいでしょう。めちゃくちゃ雰囲気に合っております。いいですね。ありがとうございます。物がいっぱいやってきました。次行きましょう。あ、もうないっすね。というわけで、こちらのですね、いいね、残り2点がフィギュアです。このフィギュア、まあ結構当たりだったからね。次行きましょうか。2つフィギュア開けていきたいと思います。いいですね。では小さめと長めがあります。小さめからいきます。でん、おお、キューボスケットマーベルロキボリューム2。キューボスケットのロキが出ました。ありがとうございます。アベンジャーズのロキでございますね。ヒーローが良かった。じゃあラスト、ちょっとでかいよこれは。こんなでかいプライズ商品あったのかな。でん、おお、レム、いい当たりです。大当たりでございます。まあ、監督のねフィギュア棚見て、こちらドン、レムだらけまあ格別なんかレムが好きってわけじゃないんだけどね、フィギュアの造形がめちゃくちゃいいので、ちょっとね集めちゃってます。はい、というわけでリゼロから始まる異世界生活プレシャスフィギュアレムエンジェルバージョン。まさかレムが出てくるなんて思いませんでした。ではいきます、オープン。おお、ライザーエンジェルなので羽がですねパラパラと舞っております。そしてこちらでございます。わあ、クオリティ、わあ、ちょっと待って、想像以上にクオリティが高いでございます。小さな羽が生えておりまして、はい、顔の完成度もなかなかでございます。どうでしょうか。はい、めちゃくちゃクオリティが高いでございます。そしてこのクリアパーツ、はい、足の台座にはめていきます。というわけで出ました、こちら。というわけで、監督としてはかなり大当たりの部類になるかと思います。一番気に入ったのはです、無難にやっぱりレムが一番嬉しいね。まあ、あと知らないけども、この欲しかったフィギュアが今ちょうどね手に入ったところと、あとめちゃくちゃ気持ちいいぬいぐるみ、リラックマはもうすぐ使えるし、お菓子セットと、まあ5等分の花嫁だけどこれ使えないか。そして葛飾北斎のオシャンティーな、これタオルになるのかなんかわかんないんですけど、カノカリのロングクッションをゲットしました。ありがとうございます。ちなみになんですけども、ここでお知らせです。今回購入したのが白の箱なんですけども、実はですね、当日の多分夜あたりにゲットして発送したので、2日遅れて到着する予定です。まあ、今回のようにですね、こういった様々なバリエーションが来るのか、それとももしくは内容が全く一緒なのか、まあ、そういったものも踏まえて監督自身にちょっと期待しておりますので、次の動画の更新お待ちください。このチャンネルではですね、最近は今福袋動画を大量に投稿しております。アニメ好きなのでアニメを紹介したいですか、あとガレットとかね、もうおすすめしたい小道具、グッズとかをね紹介しておりますので、興味がある方はぜひ今ですね、チャンネル登録をして他の動画もぜひご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。そろ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 光を見せてくれ。これ系のやつでですね、一発 OK がですね、今まで多分3回ぐらいやってます。おお、もうすぐね中身入ってるから、ね、これ見あっちょっちょっちょっいました。ナビおいでおいで、いくよ、あげるよあげるよあげるよ。これフィギュアいきましょう。いや、フィギュア最後にしとこうか。リゼロから始まる異世界活した、両方外さないとダメだ。立体映像やってんで、ね、ちょっとナビーさんにこのチュールのねマスコットぬいぐるみをあげたいと思います。